はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね。新イベントということで若干出遅れましたけども、現在の状況なんですけども、必殺の秘伝書はですね、集まりました。これサクッと集まりました。そしてこちら花子さんはね、まだ集まりません。こちら頑張っていきます。僕はですね、横取りありモードでやっています。そしてさあ、通常マップの方はクリアしたので、さあいよいよ裏マップね、今日は攻略やっていきましょうか。裏マップはですね、むちゃむちゃ強キャラがいつもね登場して無理ゲー状態なんですけども、今回どうなんでしょうか。さあ来たぜ、サクちゃん。サクちゃんなんだろうこれ、このハロウィンスタイルというか、ちょっと不気味な雰囲気ありますけども、サクちゃんはね欲しい。僕的には結構刺さってます。さあ封印方式地獄ムズということで、今回もいつものように封印は6つ。さあ前座の強敵を倒して、あと封印ありますね。さあ僕はまだガチャ引いていないので特攻なしでいきます。サクちゃんほんと欲しいよね、むちゃむちゃ刺さります。さあまずは1の1。おっとこれは呪いの花子さん、これも刺さるよ。でもボス扱いなんで仲間にすることはできません。さあちょいムズということで、パーティーこんなパーティーでいきます。キュービ使っていきます。宝珠キュービ、攻撃力アップです。このステージバフが使えるんで攻撃力アップ入れた方がいいと思います。さあそしてキラチャラ使っていきます。妖魔人のダブルゼータ、今回は妖魔人フューチャーということで、妖魔人もねだいぶキャラ揃ってきたからね、秋のテラス使っていきます。さあこちらも妖魔人キャラダブルスキルがあります。さあそしてスザク使っていきます。このあたりはねポイントです。この復活そしてフィーバーゲージがたまりやすいと。そして義経使っていきます。フィーバーゲージがたまると。さあこんなパーティーでいきます。さあスペックはまあそんなに強くないね、まあ一番最初のね、まあ強敵なんで、まあちょいムズということで、まあこのステージ特にプレイ条件がないのがいいよね。ここでいきなりね妖魔人縛りとかやられちゃうとちょっと厳しいんですけども、攻撃力アップも使えるんで、まあフィーバーインして攻撃力アップ乗っけておいて必殺技叩き込めばいけるんじゃないかなと思います。まあちょっと攻撃がね875ということで、フィーバーインさえしちゃえばいけるでしょう。まあただギミックとして反撃があるんで、さあまずは攻撃力アップバフを乗っけておいて、反撃来ないね、来る時と来ない時があると。さあ攻撃力アップ効いてるんで、あとは叩き込んでいく。さあそして HP 自体もそんなにね9万7000なんで、さあ行きますね、行きましたね。さあ今回ねこの辺りの前座の敵が横取りチケット落とすということなんで、まあ周回ポイントだよね。しかも Y ポイントがねここでゲットできるんで、周回しながらY ポイント集めもやっていきます。さあ次は1の2、さやちゃん来ましたね。さあちょっとギミックが増えましたね、ちょいムズということで、こんなパーティーでいきます。ワタメン使っていきます。攻撃力をアップする、このステージもバフが使えるんで攻撃力アップしておいて必殺技叩き込む作戦。そしてヤマト使っていきます。このメガトン級武蔵、むちゃむちゃ強いです、使いやすいよね。そして猫股、妖魔人猫股使っていくぜ。座敷わらし、攻撃プラスサボり、ボーナス玉が降ってくる。そしてこれポイントです、前回のイベントでゲットしました、花子さん使っていきます。回復です、優秀だよね。さあこんなパーティーでいくぜ。まあ、ちょっとね攻撃がね1010あるんで3カウントごとにね、だから結構厳しい。
まあ、ただフィーバーインさえしちゃえばなんとかなるかと思います。あとは攻撃力アップね。なので攻撃力アップしておいて必殺技叩き込む作戦でいきます。さあちょっと攻撃激しいな。さあフィーバーインからのちょっと HP が少ないか、攻撃力アップとちょっと復活入っちゃったんでフィーバー明けに一発打ちます。さあまだでも攻撃力アップ効いてます。そしてムサシ行くぜ。行きましたね。さあ HP がね11万なんで、おお宝落とす。さあお宝集めもねやってきますよ。さあ久々のマップお宝集め。そして12ポイント少ねえな。1回の Y ポイントが少ねえな。さあ来ましたね。まずは1色目。さあ1の3は、おっとこれは必殺技の効果無効と、くぐつ踏み姫、しかもプレイ条件があります。こんなパーティーでいきます。おのぼりクルトン使っていきます。全消し&ボーナス玉を作る、でかいやつね。これスコアタでゲットしました。まあポイント交換だからね。そして赤いさん使っていきます。使うたびにダメージアップ、不気味の強キャラでいくぜ。そしてヒカキンさん使っていきます。大量プリ消し、復活があります、ワンチャンあります。そしてトータク使っていくぜ。これも強いんですよ、大量プニ消し。さあそしているだけだけど暴走エンマ置いておきます。サボりがあります。さあこんなパーティーでいきます。さあここのステージはちょっと難しいんで、ある程度 HP を残してフィーバーインして、フィーバータイム中に必殺技ぶっ放していく必要があるかと思います。さあフィーバーインしました。こっから行くぜ。溜まってねえな、技が溜まってねえ。さあまずはトータクで大量プリ消し、コンボ数稼ぐ。そして豚さん行きます。豚さん強いよね。でかいボーナス玉をうまく使って赤井さん行くぜ。からのさあ暴走エンマ。さあボーナス玉を使ってトータク行くぜ。行きましたね。おっとアイテム落とすんかい。さあ今回そんなに全然むずくねえぞ。今までだったらね、妖魔人縛りとかね、無茶な縛りがあるんで厳しいんですけども、今回は特にそういう縛りはないと。さあ1の4いくぜ。おくぐつ、くぐつきましたね。ここちょっとやばそうなんじゃないの。剣王、おダブルゼーター縛り、こんなパーティーでいきます。輪廻祭りサイズアップです。これ結構使いやすいスキル。そしてノルカソルカ使っていきます。大量プリ消し、コンボ数稼ぎます。天獅子閻魔使っていきます。これ強いんですよ、全消し&デカプニの技ゲージを置くためる。そしてダブルスキルで復活があります。暴走カイラ、やっぱ暴走強いよね。技ゲージが溜まった状態でスタート。そして暴走エンマ、安定の暴走エンマ。さあこんなパーティーでいきましょうか。ここはちょっと難しいぞ。フィーバーゲージ吸収があるのでちょっといやらしい。フィーバーインは狙えないと思った方がいいので、フィーバータイム外でいきます。さあまずデカプに作っておいて、カイラさんで技ゲージを置く、貯めるからの、さあ輪廻祭り、あと必殺技連発するしかありません。さあこれでなんとか削れるかな。さあボーナス玉でデカプに作っておいて、技ゲージを置く、貯める。
さ、そして暴走エヴァちょっと厳しいか厳しいかからのさ、復活であと一発打てます。いきます、祭り、いきましたね。さあなんとかですね削り切ることができました。さあそして秘伝書ゲット、さあ12ポイント、さあこれでいよいよラスボスのサクちゃんいきます。さあ封印の方は5と6ということで1と4がちょっと残っていますけども、1はミッションか、横取り絡んでくるやつだね。さあ行きましょうか、もう最強パーティーで行きますよこれで。おっとパワーダウンか、ちょっと待てよ。そして54万、 HP 自体はそんなに高くねえな。ただパワーダウンはちょっと厳しいぞ。妖魔人縛りか、これはちょっと痛い。さあフィーバーインからの、まあとりあえず削るだけ削ってみましょうか。でも剣王を使えるからね。さああとは連発、ちょっとパワーダウンが痛いね。でも反撃とかある程度現実的じゃないか。ただダメージ全然出ねえマジか、これはちょっと特攻ないと無理ゲーなんじゃないの、もしくはパワーの封印。